ちは。本日は生田プレゼンツ名古屋グランパスサッカースクールに来ております。どうぞー。ダメ、まだ10点取ったんです。あ、いいですね、いいよ。よろしくお願いします。楽しいですか？楽しい？楽しいよ。いいね、いいね、楽しそうでいいね。まずボールを置く。そうです。株式会社イクタプレゼンツだったね。みんな、イクタさん何作ってるんだったっけ？床。そう、床、かっこよく言ったらなんていうの？木じゃない、フローリングなんだよ、フローリング、覚えてね。突撃インタビュー、どうですか、子供たちのサッカースクール。元気だよね。元気ね。あの、子供の元気が見てるとこっちも元気が出てもらえるよね。そうですね、それがいいよね。サッカースクールどうですか、子供たち。いいでしょ、これ。楽しそうで元気もらえますか？元気もらえます。どうでしたか？いや、すごい可愛かった。もうなんか自分の息子のちっちゃい頃を思い出して、あ、思い出してね。なんかすごくこっちまで懐かしく、そして楽しい気分になりました。よかった。すごい良かったです。生田です。違うよね。あ、でも、あ、生きてる。絵的にはそれっぽく見えてる。行きます。おどう、それなりに見えるけどね。それなりに見えます。今日は会長が視界に入っちゃった。待って待って。